それでは柴田監督にお話を伺います。まずは最終戦 2-0 での勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、いろいろな思いのこもった最終戦だったというふうに思いますけども、結果として2-0の勝利という形になりました。試合を振り返ってください。まあ、前節雪の中で後半少し攻める時間帯多かったですけど、なかなか点が入らなくて、まあ、今日は、まあ、今年のコロナ含めて皆さんの鬱憤した心をまた、まあ、このメンバーもね、今日が最後の試合なんで、ピッチに出られない選手たちの思いも込めて、90分躍動しようという話で送り出したんで、まあ、結果が出て良かったなと思います。そして試合終盤には村越選手、そして山田真央選手、若い力も送り出しましたけど、そのあたりは、どのような意図があったんでしょうか。まあ、少しでもこの雰囲気を体感させたいと思いはあったんですけど、なかなかチャンスを見つけられなくて、まあ、彼ら2人も非常に練習では充実したプレーを見せてましたので、まあ、今日そういうチャンスをあげることができて良かったなと思ってます。さあ、そして今日は7000人を超える方がこのサンプルアルインに、駆けつけてくれました。まあ、このセレモニーでお話しされるということもありますけども、改めてサポーターの皆さんにメッセージをよろしくお願いします。いや、もう本当に毎日毎週毎週寒い中、本当にお越しいただき大変感謝しています。本当にこのクラブ、このチームはサポーターと共にあるクラブだと思うんで、まあ、これからもいつまでもよろしくお願いします。ありがとうございました。柴田監督でした。まずは PK のシーン、こう PK 取った後にこう何か自分で蹴るよみたいな意欲が見えたような感じがしたんですけど、そのあたりはどうですか。そうですね、まあ、自分が取ったら蹴ろうと思ってたんで、豊君が欲しがってましたけど決めれてよかったです。さあ、そして2得点目、まあ、足を伸ばしてうまく合わせたと思いますけど、あのシーンは振り返っていかがですか。そうですね、このままた豊君がそらしてくれて、いいところにボールが来たんで合わせるだけでしたけど良かったです。さあ、試合の方も2-0という形で、まあ、ご自身の2ゴール、そして無失点で、今シーズンを締めくくりました。そのあたり振り返っていかがでしょう。そうですね、いろんなことがあった1年でいろんな思いがありましたけど、今年1年支えてくれた人たちみんなに、感謝の気持ちを持って戦って、いい結果残せたので良かったです。さあ、そして最後に今日も7000人を超えるファンサポーターの皆さんが声援、そして一緒に戦ってくれました。サポーターに向けて一言お願いします。毎試合毎試合、すごく力になっていて、感謝しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日の MVP 杉本太郎選手でした。ありがとうございました。MVP に輝いた杉本太郎選手には JA 全農長野中心事業所新規役浅香久俊様より信州プレミアム牛ステーキをプレゼントいたします。
とうございました。続きまして、中島や古畑名国プレゼンツ MVP 賞です。杉本選手には戸ヶ摺岳無洗米金目米長野県産コシヒカリ5キロをプレゼントいたします。杉本太郎